お笑いコンビ極楽とんぼの加藤浩次が3日深夜レギュラーを務める MBS テレビ「あっぱれやってます」「土曜日です」「深夜0時」に出演 NHK のパリ五輪中継についてテロップの手法について噛みついた写真「とっても美人さんと絶賛」「加藤浩次の妻香織さんの姿狂犬」強剣が復活したリアタイムで五輪中継に熱を上げているという加藤は 「1一個言っていいですか?」と前置きし NHK に「NHK に物申していいですか?」と力を込めた「NHK の柔道の生中継見ててこの後って出るんだよ」「ジョーにこの後タレタレタイタレタレ」とかと明かすと「この後が「この後じゃないんだよと声のトーンを上げ煽りが不適切と指摘「もうね今のテレビでそんなのやっちゃダメだよ」とまくしたてしかも NHK がね これ民法だったらまだね、許せるというか、しょうがないんかなって思うんだけど、NHK がと嘆いた。加藤は、NHK だったら、この試合とこの試合とこの試合の後、安倍選手登場ですとか、いう風にやってもらいたいんだけどねと要望。現在の状況について、この後って出るから。俺、裏でサッカー見てるわけよ。サッカー見てて、この後って出るから、次やんのかなと思って。 違うなって、この3位決定戦やってるから違うぞ、と思うわけよ。一回、サッカーに戻るわけよと打ち明け、で、また、もうそろそろかなと思うから、チャンネルを変えると、また、この後って出てくる。じゃあ、やっぱりこの後かって思ったら、次の階級の3位決定戦が始まる。この野郎、と思って、今日この時代にだぜ、とヒートアップした。ここで冷静になった加藤は、まあ、 NHK の作戦通りにハマってるんだけどね。こっちもハマっちゃってんだけどとコメント。昔あったじゃん。この後すぐ、みたいな感じで、結構批判も食らったことあんのよ。民放とかで。それが、今このね、2024年のパリオリンピックで、NHK はやっちゃいかんと思うぜ。俺とダメ出しした。この試合、この試合、この試合、あさん試合後かって。 一試合四分で三試合後だったら十二分後か。延長入ったとしたら十五分後ぐらいに見ればいいなって。こっちが三段組めるわけよ。サッカー見てパッと、柔道に行けるわけよと、カウントダウンしてほしい意向を示した。加藤は、日本国民は五輪を多く見るべきじゃない。それ、への誘導を NHK がやるべきじゃないのと力説。相方、 山本慶一も、私も昨日まさにそれで。この後、この後、で、スーッと、この後、が一時間ぐらいかかって、出てくるとこ、まで、と乗っかった。加藤は、作戦っていうか、そういうあれだと思うんで。こっちも何年もオリンピック見てるから、それにはある種、慣れてるんだけど。けど、もうよくねえかって、TVer でもやったりするわけだからと、じらし、不要を訴えた。 まとめとして、加藤は言いたかった、今日。NHK に届いてほしいと発言。この後、レスリングあるでしょうと話したところで、繰り返し言っていた、この後、が偶然かぶったことに思わず笑った。加藤は改めて、レスリングもあるから、柔道と同じような形になるからねと、この後、が廃止される変化に期待していた。